Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Jonathan, win! We'll be right back.
ああ、はい、そろそろ細道始めていきますのでよろしくお願いいたします。一番手がヒデさんとアッコさんになります。で、その後セロテープさん、シャルさん、友座さんと続いていきますので、まあ、4人ぐらい目まではの試合を少なめでお願いします。その後は青木サイクロンさん、グチさん、モツさん、エクスパーさん、ハクさん、ウネさん、ロードさんということなので、後の方ほどまあもうちょっと遊んでても大丈夫ですが、まあとりあえず上3、4人ぐらいはそろそろの試合の方は控えめでお願いいたします。はい、お待たせしました。じゃあ第88回四季の細道始めていきたいと思います。さあ最初の試合はワンピー側がそう、アッコさんの竜とヒデ君のチュンリーですね。ヒデ君が2キャラとのチュンリー、アッコさんは1キャラ目が竜ですね。あ、そうで、カウンターの方にそのアッコさんが持ってきてくれたおまんじゅうがお土産でありますので、皆さん、なんか適当につまんでいいそうです。アッコさん、ありがとうございます。あとですね、今日はなんかロードさんのスポンサードでですね、なんかエナジードリンクと体健やかチャがなんかありますので、これ優勝するともらえるらしいです。賞品ちょっとまあ200円、300円ぐらいのものですけども、ありがたく頂戴してください。さあ試合の方は1ラウンドヒデさんが取っている。さあ奪い投げから、ヒデさんはさっきまでグッチさんの竜とやっていたので、竜拳はもう温まっていたので、長井に昇竜拳。さあ、コツは天章ドバロンと、さあ最後は昇竜空振りに中足。さあ、なんと自分ですね。すいません、パクさん、ちょっとだけマイク持ってもらっていいですか。セロテープさんが試合ということでマイク変わりました。タックです。残機ステージですね。結構早いですけど、セロさんが負けてしまうとステージが変わってしまいます。おっと、ダブラリが当たって、あー大剣、うわーっと、あーセロ当たない。台足は見てる。あ、うまい。ですから直水、結構ヒデさんの換気扇が冷たいので、あバニシングから直水で、これは結構やばいか。弱気引っかかって、あー冷たい。中足と弱気引っだけでもだいぶきついですね。ゲンガードして、あー体力がどんどんじわじわ上がっていくか。それまでにザギが近づければ100列になります。いや、これ厳しいな。上で攻めるでしょ。あー、バニシングやるも追撃です。ダイヤシー、おっと、テンション、あーボディプレスはテンションが溜まっている。時間がなくてバニシングしたところに中足、厳しいですね、この組み合わせも。開幕が来るぞ、おーと回して、あー中足、画面端はさすがに八大 K が痛い、百列痛い。この中、あーあ、でもこれ相打ちはダメージ差が
あーっと垂直ジャンプ台系、いや離れてしまった、痛い、あー百裂か、あ、あ、なるほど、危なかった、勝ったのはヒデさんのチュンリー。シャルさんのベガ、ダイパーから投げ返して、ね、あ、画面の垂直がやらしいが、最後で抜けた、いやと中盤で拾って、ここからか、ダーン、最後、あーっと投げ、それ、なんか上からが、ベガが非常にきつい、このセットプレス、セットプレスを入るんだ。来られるとだいぶ厳しい、弱気候もなかなかいやらしくて、ジャンプ中継が痛い、あとここの画面端がだがちょっと距離が離れた、あー百裂、百裂さんの島が強いですね、これが厳しい、バックジャンプ中盤で落としてバックジャンプダイパン、友澤さんのバイソンですかね、あ、あ、チュンリー珍しい、チュンリーなんか、ここヒデチュンリーは開幕スピバダメ、投げ返してここフィニッシュを使って、天使で返す、投げ返し投げて、またが戦列が止まってる、ガチャガチャやってた、
たい立ち回りで、おアルタ、おっと頭突きスパコン、だが体力はあっと一緒ぐらいか、テンション、いやースパコンを出す、今ありそうでしたね。テンション出しましたね。で、グッチー、エックスホーク、次々と玉なしキャラをいじめていく、ヒデ準備連勝、溜まってる、めくって100列大輝、いや大輝いやらしいっすね、100列を、当たる、あー、前足が一周回って当たった、当たったのはグッチさんの X ウォーク、キャラ隊が上手いので目線はどうなんでしょうか。結構 S ポークとかはブランカに強いとか言いますね。X ポークはどうなんだ、セーフ、あーブランカの感がないのか、あーと今スレップしてくれます、しばし使ったところですかね、とリードしてるの攻める、噛みついてあーっと噛みついた、ステップが、あーっとバックステップ読めて、おっコントル、あーっとセーフ、うわ噛み、シューボリングで噛みついて、前足裏回ってできる、あーこれは厳しいか、体力リード取られてしまうとかなり厳しいか、ジャンプのコマンも当たる、あ、怪しいバックステップで受けて、やったー、ったのはモツさんのブランカ、最後は守りに入りました。続いて X スパーさんのうまい、リバーサーが出なかった、
しい。勝利リムさん出してるよ。で、ジャンプでいいね。すごい。画面端は。あったら、あ、噛みついて。龍はゼロドット。三段目。はい、ステップして。そしても画面に。ダイヤモンドしまって。ジャンプタイミングが取れなし。合わせて。上回る。中々。さあ、なんとか。しましたが。というわけでハッツさんの試合ですね。今は多分メインのキャリーハッツさんのグラフ。さあ、玉出し同士の試合ですが、そして今みたいに上からローリング潰しができるので、キャリー側は割と強めができる感じ。グラウンド側もアントミができればキャノン出されてもそのローリングがありますので、これローリングガードされるとキャミー側に大スタイルが反応されるので、さあじわじわとモツグランドが近づく。さあ、ため息ステップで裏に回ったがリバサ投げ。キャミーが1ラウンド目を取っていく。なんで垂直噛み合ってからのため息。キャノンは当たらず、垂直にもロッククラッシュ、そして中足までいく。さあ1-1、ローリングには本当はお釣りがあるんですが、さあフーリガン中央の飛び込みから挟めていく。さあ打ちスパイラル入れて、ちょっとところに噛みつき、もう一回噛みつき、最後は上が出なくて勝ったのはモツグランカ。続いてワンピーが乱入したのが胸ガイル、胸 S ガイルですね。さあ S ガイルに何か可能性を感じているのか。さあいいところは立ち消系の連打とワンフットハウス。さあ3段入れて中足潰しのジャンプダイバー。体力なくなってひよったところに噛みつき、1ラウンド折り返していく。サマーでグランカ戦はそうですね、引き攻めはちょっと、ちょっとめくり気味に当たったか。メガ
は大好きなダブルサマーが、大好きなダブルサマーがないから少々やりにくいか。最後は雑巾掛け、勝ったのは松、ブランカ、ね、続いてロードさんですね。元気よくタイガーの掛け声とともにエスタガットがやってきた。みんなの人気者エスタガット、タイガー打って飛んだらタイガーが対空になったりするんで、なかなか一生止まっちゃう。このタッチショットにキャンセルがかかるんだから大概ですよね。さあ上が出ないとさすがに、さあアッパカは無敵があるのでちゃんと引きつければ落とせます。目の前着地から噛みついて技のばらまき方がうまい。安全な立ち消系を近くで振り回して、さあアントミ風になっている。ロッククラッシュから前捨て噛みつき、勝ったのはモスグランカー、続いてアクトさんですね。バルログ、さあバルログブランカはブランカそこそこは戦える。開幕電気、さあちょっと高かったか。さあこの噛みつきをとがめられないと、おっ立ち置け、またテラおっと噛み合った。ゴロゴロの最後の爪がすごい判定が強いんですよね。さあ電気噛み合ったんですが、一方がちょっと崩れ、こちらの方がこのアッパーアッパルログ、さあ相打ちだが超ヘリが違う、同じローリングとは思えないヘリ。さあテラーローリング削っていく、さあまだローリング重ねまくる。さあダメージ源はエドリンクリスタルブラッシュでいいのか。さあよかった正解、結構自分ですね。山口から来てくれたアッコ君と1ラウンド目が強いステロテープおじさんとの戦いです。はい、いきなり今日できました。今日だけで終わるか。なんかスロさんがしゃがみたいパンチかなんかで返してるけど、でもダメージ負けてるような。今日だけで終わるか、終わるか。あれちょっと見えてる風な、ああやっちまった。やるかなと思ったけどやっぱりやってた。おこれも見えてる風なダブランが、あー当たっちゃう。おこれもまた見えてる風なダブランが出た。あー上を取ってる、また見えてる。いやそれは無理だろ、なんか分かってるような。あの例の伝説のバニシングが出るかも、出る前に死んだ。はい、ありがとうございました。すいません。
友田さんありがとうございました。力をもらいました。シャルさんの竜ですね。下がってスライディングスマッシュラの波動拳、さらに入ってスラの距離完全に見切ってるんですかね。当たらない距離は波動しない。ミエ10番エラーガードして竜巻で角段チューブで見た動画みたいな動きをしてますね。めくり着地に竜巻をちゃんと仕込んである感じ。さあスラが当たらない、距離まで下がる。そういうゲン、エラーはガード、逃げ中盤、今度正面はテラーさん、3肩痛い。今日はガードしてもワルロイが先に動いちゃったりする、結構危険な技。逃げ中盤、当たる距離はきっちりしゃがみガード、逃げ中盤、最後は長州からの着地昇竜。あったのはシャルさん、続いて友田さんですね。さあ友座ベガとシャルリュウ、ただいま情報確認しましたがやはりベガで合ってる模様です。さあ根元昇竜入って、と透かして投げる、投げていく、まあ、糸目はガード、ジャンプショー系で端から逃げたが着地を投げる。こちらには友田ベガ、おっとアッパーかかってクリアガード、さすがの着地に対応しおき、さあめくりが入って勝ったのは友田ベガ。乱入したのが青木サイクロンですね。さあいいバニシング、2体を振らってメキはガード、さあちょっとめり込んだが怪しい。さあサイコの無理に逃げる、これはザンギ側がサボっていなければスクリフッケなんですが、ちょっとサボってしまったが、さあ一発圏内で1ラウンドが飛び込めが、ちょっと歩き投げか、はい、足もらってスクリューまで、足まで運ばれる、なるほどスクリューで、おっと最後は歩いてスクリュー、今のかっこよくないと言われましたが、そうですね、3ラウンド目見てから結論を。今のはまあかっこよかったといえばかっこよかったんですが、さあジャンプダイパー長い、ダブルに当たって、おっとかっこ悪い、さあスライディング埋めていく、距離が近い、ファイトが、このめり込み方はさあ投げていく、軽く、さあ時間がないのが一発圏内、最後はいいミドルからのダブル2で勝ったのは友座レガー。
神髄カード。モザベガ対ヒデチュンリー、さあ各地から獣道でやると言われている。さあ棚橋投げて伝承にヘッドクロスが当たっていく。ヘッドは逃げない。上から中ピー中ピー、さあすごい溜め続ける。あっという間に体力追いついて振り向き飛行剣、そして爪釣り振り向き、ちょっと振り向きショーパン臭かったんですけど対空になっていた。さあ結果往来的な、これがどう影響するのか。さあと変な逃げ中継ですね。さあ転生、おっとあれは残機でもよくあるんですが、 空中でお釣り入れようとして最後の一発に引っかかってしまう。逃げ大パン、さあまた出た振り向き飛行剣。ちょっとあれはバイソンですね。さあなんかオファーが当たりまくっている。さあ投げに行ったところをぼちられる。さあ全部きっちりガードして投げは掴み返す、打撃は全部していく。さあテンションが痛い。中足炸裂、炸裂バリアは結構やばいらしいですねこれ。さあチュンリー、チュンリーを振り出していく。分割で3発全部入っていく。バリア、ちょっとあ飛び失敗か。さあ掴みから掴み、もっとクレイジー一発は美味しかったが最後ヘッド。さあ今日2回目のヒデ止めを果たしたグッチバイソン。ここでエクスパリュバイソン竜だが、さあ開幕ピヨって、おっとサンダが入らない。しかしこのガンダムやってない、ぶっぱした大昇竜は当たらず。開幕見込み中継はなかなか良かったがバイソンには関係ねえよと。さあ1点2段が入って、さあ相打、まあ、ここはグッチバイソン別に待っても全然大丈夫だよと。しかし如意棒が増え飛んだが掴まれて、これは死にかく。勝ったのはグッチバイソン。さあ若手のやる気勢の一人ハックキャミー、しかしキャミーバイソンはかなり激辛だぞ。
こじ開けられるか。さあ中継中継でうまい具合にやっていくが、バイソンお構いなしにガクガクたくさん襲っていく。さあ匂いも行って、さああのグラウンドとかに反応してキャノンスパイクぶち当てたいところではあるんですが、発生フレームが早すぎてそんなのはできないというところか。さあ今のはいい連携、中盤フルガン表からここは投げつかまされて、さあしかしいい感じで繋がってるが、ヘッドがかくってちょっと早い感じだったがアントピーになっている。さあ垂直しているが、これはめくりは失敗、そしてクレイジー削り確定。厳しい、ハクティアミいいところまで行ったんですが、やはりバイソン。さあここでピョンピョンしているウネ君が登場。さあウネ君もかなりいろんなゲーセンでやり込んでいる。しかし相手はバイソン、どこまでやれるか。さあ開幕はソニックいい感じでぶち当たるが、やはりこのカードはソニックをどれだけ打って動かすかっていうところなんですが、バイソンガーはターンパンチというね、非常に恐ろしいものを持っておる。さあ減りすぎ案件だが、さあ大ヘッド突っ込んでくる、これはアントビしっかりしてて、これクレイジャーガード投げる強気、芋掘りには負けてしまうんですが、ウネ君の気持ちの入った投げですね今のは。さあグラウンド刺さって、この連携でかなり厳しい。さあしかし投げ返す、画面端に投げるのはかなり惜しい。さあいい感じのタイムに入っているが、浮いて、うわー中段でピオル、やばい、中段じゃないね今のは、間違えたわ、アントビでしたわ。まあ間違えてはないですけど、間違ってはないですけどね、これね実況難しいんですよ、勢いでいっちゃうとね、たまに。あーっとしかし、はいはいはい、そしてウネダブルは、これはこれはあーなかった。ほらロードくん、さあ出たなと言い、さあ出たなと言いながら着席するロードに対して、ウネ君はロード下が S 下がったに対して投げまくるから覚悟しておけと。さあ開幕マイジャンプ、なんかちょっと若干長州さんっぽい感じのムーブが取り付いたようだったか。さあ気づけば S 下がリード。さあいいですね今の前そば、しかし落とす、この男対空精度が前より上がっているぞ。さあしっかり落とす、もともと高いとトウツッコミを食らうヒデだが、トウツッコミ昨今一人です。さあグランド、そうですね、やっぱそこは若さの証ですね、反応がいい、いいですね、ああいいですね。さあしゃがみ台系はちょっと、そうこれはちょっとさすがにやりすぎか。さあウネガエルどうする、球の回転では負ける、相打ち恐られる、ロード勝利。これはモッさん、モッさん、さあセロ様本日も運営ありがとうございます。さあモスブランカ、画面が多いが開幕マイステーナでは通じずでピオラされて、こうおっと、さあ今の体力だったらおそらくサンダーで死んでましたねきっと。さあコアコアがかなり痛いぞ、そして対空は出る。さあブーランカ側はどうなる、さあ見てからジャンプ台では間に合わない。さあここから噛んで
活路をどういう風に見出していくか。いいですね、今のは間に合うプレーです。だが相打ちは超痛いぞ。さあ大剣入って、さあ小足で止める、これはうまい。あー前捨まではすごいうまかったが、サガットが技を置いていた。ここでセロテープさんが、セロ様が、耐えてない。さあこれかぶせ OK、 ランディさあセロ様がランディ。さあなぜかいい感じで馬場が当たっている。レンキャンジャンプも今アクシーしたか。しかしやばいぞ、フィオレー。はい、おっと リカバリが早い。安く済んで、こっからセロ様の逆襲が、これはしかし分かんない。相打ち、あーなぜかドローにはならない。さあふざけんなとセロ様が叫ぶが、いやこれ断じつらいね。さあしかしいい感じで技が当たる、いい対空。あーリバーサーで出していく。いやもうあそこまでいったらね、死ぬかどうかなんてね、出すのはありですね。さあぐるぐる回っているダンジに対して、あーこれはよく打ったが、ここはダイヤシが置いてある。まあでもね、長女のデュースはね、ちょっと X もちょっと若干強くて必要なので、なぜかピオルリカバリーが今度は間に合わないが、一発で済んだ、安い。しかしこの距離、マイちゃん大体が入って、これはダイヤシ、ダイヤシ、これはおっバーニシング削り。いや今のロード君席立った瞬間にマジでなかったですね。最後までアッパーカットを出すその心意気があればワンチャンあったかもしれません。というわけで本日のはい、四季の細道決勝戦、ヒデ VS モツ、チュンリ対ブランカとなりました。さあ周りからこれモツブランカあるぞと。はい、じゃあ、はいはい、ヒデさん、モツさんともに5勝で迎えた決勝3先ですね。先でヒデさんは優勝経験ありますが、モツさんはまだないですね。さあチュンリーは若干きつめですが、おちゃらせればこっちの面ありますね。実際チュンリーがブランカに負けてるところもそこそこ見ますので、さあ埋めていく、噛みついて、さあソニックやエアスラと違って飛行機のスライディング崩れない。ローリングじわじわと前を詰めていく。さあ今当たったのはちょっと痛いか、ショーパン対っていう見事。さあ1ラウンド目はヒデチュンリー。さあこんなブランコさあ2対9炸裂対空。戦列かくってしまう。炸裂対空から、さあワンチャンあるか、おっと飛び込み通ったんですが、1試合目取ったのはヒデチュンリー。
さあ1試合目を受けて2試合目開幕飛んでいく。めくり噛みつき、さあ3分の1まで持っていった。飛行券ですね、先月溜まってしまうとかなり行動制限されるのでできればその前に仕留めたい。さあ最後は前飛びが通ってグランド、こちらでも取っていく。この下がり機構でゲージを稼ぎながら、さあ先列パイプに使っていく。こうなるとチュンリーはでもちろん2回目のゲージを完成する。さあ空中で当たってシュートを繰り返す。かけていく。さあ3試合目ストレート勝ちなるか。さあ裏落ちからステップかかってきたテンション。左右入れ替わってもやることはやめましょう。スラが2回目でワンチャンになるかと思ったらきっちりテンションを出していってイエチョンにはリーチ。さあ下がりきそう。吸い込んだ。3-0 でヒデチュンリーの優勝です。おめでとうございます。マスノさん、なんか一言お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。何度目かの優勝ですよね。はい、何度目かの優勝。あ、そうですね、ちょっと何回戦かは覚えてないんですけれども、覚えてないくらい優勝して言うわけではないんですけれども、はい、まあまあ、ちょっと小物道、9月第1日に控えているので、まあ、ちょっとそれに向けて、はい、あれは8月だったんですか。そうですね、もう、8月の、川又龍太、鈴木ダンディが終わって、はい、その翌々日あたりくらいでもうすでに赤さんがもう告知してくれてっていう形で、まあ、今回の運びとなったっていうところですね。はい、なんかお互いがお互いを指名したみたいな感じらしいですね。はい、やるならっていうことで。そうですね、まあなので、まあ、やるからには僕ももう、はい、今日でもう5日連続でもうずっとレバー触ってますし、まあキャラ、まあ対龍に関してのキャラ対に関してかなり考えているので、まあそれも今日も先ほどなんかグッチさんと結構そうですね、もうちょっと今いろいろと特訓を、まあメニューはちょっとさすがに、はい、まあここでは言えないのでまだ、はい、始まってないので、多分このデイトナシティの動画って結構多分アップロードされるのは早いん で、ね、今言っちゃうと多分どういうのをやってきたかっていうのがね、あーなるほど、やっぱり、まあ、伝わってしまうので、はい、そうですね、はい、わかりました。あ、それからですね、はい、そう、小物道も頑張っていただきたいんですが、はい、なんか今日は、はい、ささやかですが、はい、なんか
優勝賞品的なものがあります。そうなんですね、はい、嬉しいですね。なんかお好きな方、まあ、場合によっては両方持ってっちゃってもいいと思うんですけど、エナジー的なドリンクとお茶なんですけど、はい、ロードさんの方から。ああ、そうなんですね、あの、はい、ロード君ありがとうございます。じゃあ僕はリアルゴールドシャープアップっていうこの集中サポート、あ、確かに、はい、集中して、はい、いただきたいと思います。ごちそうさまです、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、はい、お饅頭もよかったらどうぞ。ありがとうございます。これはあれですか、これはアッコさんからのお土産で。アッコさん、ありがとうございます、いただきます。はい、というわけで、まあ、まあ、小物道、僕は控えているんですけれども、まあ、それとは関係なく、まあ、フォックスがね、あ、そうですね、フォックスのイベントが12月末くらいに、まあ、もしくはその前に、まだ優勝未経験者が集う第4回エクサーが10月14日からの日曜日でやるみたいなので、はい、まあ、まだまだ X 業界すごい、そうですね、まあ、イベントが、そうですね、まあ、本当その辺は大会運営者の方々や協力してくださる方がいてこそのやっぱものだと思いますのでね、本当に感謝して、はい、日々の一つをね楽しんでいければと思いますので、はい、だけでまあ皆さんの試合いっぱいもうすでにやってる感じですね。そうですね、5セットフルで稼働してますね。はい、ありがとうございます、はい、というわけでじゃあまあ本日も楽しんでいきましょう。じゃあどうも応援ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、では失礼いたします。はい、というわけで優勝したヒデさんでした。この後の、そうですね、小物道も頑張ってほしい感じで ですね。じゃあこの後は配信台の方も普通に使っていただいて構わないので、の試合の方をやっていってください。
スマートフォンの落とし物がありましたので、カウンターの方で預かっております。なんだろう、ソニーのスマホかな。あとドコモ、エクスペリアです。自分のだと思う方はカウンターの方までいらしてください。
Oh!
Yeah.
Thank you.